さて、22章でアハブに対する主の裁きが成就するのを見ます。これまで北王国の王のしたことを見てきましたが、その間に南ではエホシャパテが王につきます。彼は良い王でしたが、今アハブと同盟を結ぼうとしています。第一列王記22章1から2節。アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。しかし3年目になってユダの王ヨシャパテがイスラエルの王のところに下ってくると。ヨシャパテのような良い王がアハブのように邪悪極まりない王と同盟を結ぼうとするとは一体何が起こったのでしょう。なぜ彼は自分の将来の敵と親しくしようとするのでしょう。これは異常な同盟、不自然な連合です。後になってヨシャパテの息子ヨラムがアハブとイゼベルの娘アタルヤと結婚したことがわかります。これは神の息子たちが人の娘たちと結婚するという例です。つまり敬虔な遺産を持った若者がとても邪悪な遺産を持った娘と結婚するということです。そして邪悪な影響の方が勝つのです。信者と未信者が結婚するときにはいつでも信者にトラブルが起こります。もしあなたが悪魔の子と結婚するなら義理の父、つまり悪魔は何とかしてあなたがトラブルになるようにするのです。第一列王記22章3から4節。イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモテギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。ラモテギルアデはガド族の主な町の一つでしたが、アラムに占領されていました。一番良いものは物事をそのまま現状のままにしておくことだったことでしょう。少なくともヨシャパテはこれに関わるべきではありませんでした。彼は自分に与えられた主の預言者のアドバイスに従うべきでした。悪魔の人と神の人とが同盟を結んだのは全く悪いことでした。いずれにしてもこれはヨシャパテの戦いではなかったのです。ギルアデは彼のものではありませんでした。それはアハブのものであって、これは彼のではなくアハブの喧嘩だったのです。第一列王記22章5節。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。ヨシャパテは神の人です。彼は神様の御心を知りたいのです。第一列王記22章6から7節。そこでイスラエルの王は約400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですか、と言った。ヨシャパテは主の考えを知りたいのです。そしてこの偽預言者たちを通しては主の考えが与えられていないのではないかと私は思っています。彼は本物の霊的な識別力があります。そこで彼は尋ねます。ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にはいないのですか。第一列王記22章8節。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。するとアハブはとても変わった方法でミカヤを紹介します。アハブは言います。私は彼を憎んでいます。するとヨシャパテはアハブに言います。神の人を憎んでいるなんて本気ではありませんね。主の働きの中で私はいつでも正しい敵を持っていたという事実を誇りに思ってきました。正しい敵を持つことは正しい友を持つことと同様に良いことです。私は正直に自分の友を神様に感謝することができます。同時に私は自分の敵を神様に感謝することもできるのです。第一列王記22章9節。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさいと命じた。彼らはミカヤを連れてきました。結局のところ彼はすぐ近くにいたのです。アハブは彼を牢に入れていました。これはもう一つの偉大で劇的な場面の一つです。第一列王記22章10から12節。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは各々王服を着てサマリアの門の入り口にある内場の王の座につき、預言者は皆二人の前で預言していた。この時ケナアテの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。
この400人の預言者たちがそこら中を走り回ってアハブに語っているのを想像することができるでしょう。アラムの王に対抗して登っていきなさい。そのうちの一人の預言者はことにドラマチックでした。ゼデキヤは鉄の角を持って走り回り、それで全ての人々を押しのけて言いました。あなたはこのようにするのです。なんという光景でしょう。二人の王が王座につき、この全ての預言者たちが叫びながら走り回っています。登っていって戦いなさい。あなたは勝利を得ます。第一列王記22章13節。さて、ミカエを呼びに行った使いの者はミカエに告げて言った。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り、良いことを述べてください。ミカエを連れに行った使いの者は言いました。ちょっと耳に入れておきたいのです。すべての預言者は何か良いことを語っています。彼らは王に、王は勝つから戦うようにと言っています。王はそのような言葉が聞きたいのです。あなたも彼らと同じようにするべきです。そうすればあなたは王のお気に入りに戻ることができます。ミカエ、これはあなたのためのチャンスですよ。そしておそらくこの使者は自分はミカエを助けていると思ったのでしょう。第一列王記22章14節。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。ミカヤの答えは劇的なだけでなくユーモラスでした。その後ミカヤは入ってきて事態を認識しました。彼は二人の王たちが王座についていて、すべてのバールの偽預言者たちが部屋の中を走り回っているのを見ました。彼らはすべてアハブに良いことを語っていました。彼らはみんな人を動かす。どのようにして友人を勝ち取り、人に影響を与えるかを読んでいたのでしょう。ミカヤはその本を読んでいませんでした。彼は積極的な考え方の力という本も読んでいませんでした。事実、彼はとても否定的でした。否定的な考えの中にも多くの力があります。今日の私たちにはもっと否定的な考え方が必要です。第一列王記22章15節。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。彼にとってこれはユーモラスな場面だったので、彼もちょっと楽しみに加わります。エリアがそうであったように、彼も皮肉っぽかったのでしょう。ミカヤは言いました。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すぐに王は自分が嘲われたことに気づきます。第一列王記22章16節。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。王はミカヤに言いました。私はお前が私をからかっていることを知っている。なぜならお前は今まで一度も偽預言者たちの側についたことはないからだ。急にミカヤは真剣にいかめしい顔つきになります。第一列王記22章17から18節。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散っているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らを各々その家に無事に返さなければならない。イスラエルの王はエシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。そしてイスラエルの王はヨシャパテに言います。ね、言った通りでしょう。彼は私について悪いことばかりを言うと言ったではありませんか。するとミカヤは言いました。まだ終わっていません。あなたが聞く必要のあるもう一つのことを言っておきます。そして彼は例え話をします。これは背離法による例え話と呼ぶことができます。これは途方もない例え話です。コントラストによる例え話です。このような例え話はルカが記録している主の教えにたどり着くまで他に見当たりません。例えば不正な裁判官の例えです。神様は不正な裁判官ではありません。ミカヤがここで言っていることに注目してください。第一列王記22章19から20節。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時、主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒させる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。全く途方もないと思いませんか。神様が理事会や教会の役員会を召集してこのような場合にはどうしたらよいかと尋ねるなどということが想像できるでしょうか。神様はこれから何をされるかすでに知っておられ、どんなアドバイスも必要とはしておられません。第一列王記22章21から22節。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。すると、あなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよ、と仰せられました。神様がこう言われるのをご想像してごらんなさい。いや、お前は頭のいいやつだ。それは考えなかったな。
第一列王記22章23節。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。これはミカヤがこれらの預言者を嘘つきどもの集まりというためには最も感じの良い言い方です。第一列王記22章24から27節。すると、ケナアテの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れていき、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシュのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に帰ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあてがっておけ、と命じたと言え。預言者ゼゼキヤはミカヤの頬を殴りつけました。これは極度の侮辱でした。この侮辱に応えてミカヤは、偽預言者たちが恐れて身を隠す日が来ることを暗に言いました。その時はアハブが死んでイスラエルが敗北した日に来ようとしていました。そうすればゼゼキヤは何が真実であるかを知ることになります。第一列王記22章28節。ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして、皆の人々よ聞いておきなさい、と言った。ミカヤはアハブが帰ってくることはないと言いました。もしアハブが帰ってきたら、主は彼によって語られなかったということでした。そしてミカヤは言いました。アハブよ、あなたが帰ってこないという事実を考えるとき、私は私が語ったことが真実であるということを民に目撃してほしいのです。イスラエルは戦いに出て行きました。彼らは偽預言者に耳を傾けました。何が起こったでしょう。イスラエルは戦いに負けました。そしてアハブは自分が欺くもであることを証明しました。戦いで唯一王の服を着ているのはシャパテだけで、そのことで彼は標的になりました。なぜならアハブは変装していたのです。アハブはヨシャパテをクレー、射撃の的として投げられる武器の皿に仕立てて、戦いで殺されるように仕向けたということができるでしょう。これは全くヨシャパテの戦いではなかったのに、彼はもう少しで生きて帰ることができなくなるところでした。第一列王記22章31から33節。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に命じていった。兵や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見つけたとき、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かって行って戦おうとした。するとヨシャパテは助けを呼び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返した。かわいそうなヨシャパテはアハブの欺きのせいでもう少しで命を落とすところでした。第一列王記22章34から35節。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと首の間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の余車に言った。手綱を返して私を敵陣から抜け出してくれ。傷を負ってしまった。その日戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていった。だが夕方になって死んだ。傷から出た血は戦車のくぼみに流れた。アハブは彼を狙って撃った戦車に兵士に殺されたのではありませんでした。これは史上最初の遊撃ミサイルだったと言えるかもしれません。この男はただの一兵卒で、最後の矢が矢筒に残っていたのでしょう。それを取り出し弓につがいて単に手を離しました。それがどっちに向かっているか彼には分かりませんでした。アハブの死は自己死になるでしょうが、神様の記録ではこれは神様の摂理だったのです。この矢は狙いをつけられていたのです。今日神様の御手を逃れたと思っている人たちがいます。どんなにその人が欺いても覆い隠そうとしても矢はその人に当たります。アハブにはそのようなことが起こったのです。第一列王記22章37から38節。王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。神様がエリアを通して予告されたことが実現しました。アハブは死に、ナブテが死んだと同じ場所で犬が彼の血を舐めました。もちろんアハブはその場所に近づかないようにしていましたが、戦車がナブテのブドウ畑に持ち込まれました。そしてアハブの血がその戦車から洗い流されました。犬はまさにそこにいてそれを舐めてしまいました。予言は文字通り成就しました。人は撒いたものは何であれ枯れ取ることになるのです。なぜなら神様は侮られるようなお方ではないからです。あなたは罪をうまくやりおせることはできません。それは神様が処理されるのです。神様は今も御座についておられます。第一列王記22章43節。彼はその父、朝のすべての道に歩み、その道から逸れることなく、主の目にかなうことを行った。しかし、高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。
さて私たちは簡単にヨシャパテの当時を見ます。彼が大きな間違いを犯したことがわかります。これは神様がヨシャパテの生涯を祝福することができず、祝福されることがなかった妥協の印です。ここからかなり明らかなように、この人は妥協者でしたが、それでも良い王とされているのは、彼が自分自身の私的な生活において神様に仕えたからでした。第一列王記22章44節。ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。これもまた間違いでした。彼はこうするべきではありませんでした。第二歴代史の中には、預言者エフーがアハブを訪問した帰りにヨシャパテに会ったことが書かれています。第二歴代史19章2から3節。戸建てアシュラ像は大きな不道徳の場所でした。彼はそれを取り除きました。でもバールに生贄を捧げる高きところは取り除かれていませんでした。ヨシャパテは妥協したのです。第一列王記22章48から49節。ヨシャパテはタルシシュの船団を作り、金を得るためにオフィルへ行こうとしたが行けなかった。船団がエツヨンゲベルでナンパしたからである。その時アハブの子アハズヤはヨシャパテに、私の家来をあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。北王国で王位についたアハブの息子はヨシャパテに自分のビジネスに加わってほしいと思いました。この時は平和な任務でした。でもヨシャパテはもう一度適用することはしません。彼は教訓を得たのです。彼は言いました。いえ、結構です。私はそのようなことには興味はないので。第一列王記22章50節。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。ヨシャパテは死に、彼の息子ヨラムが後を継ぎました。第一列王記22章51から53節。アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように言って、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。アハブの息子アハズヤがサマリアでイスラエルを統治し始めました。彼は2年間イスラエルを治め、アハブとイザベルの道に歩みました。